中国メディアの中国新聞網によると、東北地区の吉林省、道省西、南部で激しい雨が降った。内西部の東、山水二町、南市では、市内の川が氾濫する危機が高まっている。雨量上位10カ所の内9カ所は、東南市で一部の雨量は150.7ミリを記録した。吉林省水理庁によると、省内のダム20カ所では、最近半月間、 水位が上限を超える状態が続いている。道庁では、白木市と東南市など、ノンジャン流域の都市に、洪水への警戒を呼びかけるとともに、規則に従いダムの放水を行っている。気象専門家は、ノンジャン上中流に降った大雨により、今後、下流の道省白木市や松原市で洪水が起きる恐れ、あるとして警戒を呼びかけた。道省北西部の山間部では、 土砂災害の危険があるとして注意するよう求めた。中国メディアの人民主人によると、新疆ウイグル自治区アクス地区のアクス空港で29日午後6時14分頃花夏航空 G54394 便型機が着陸時に止まりきれずにオーバーアランした。乗客4人が退避の際に軽傷を追い病院で治療を受けた。同景機は間もなく、 中期上に移され点検を受けたが、機体に損傷はなかった。中国民用航空局の民航信教管理局は、事態を重く見て、同日夜、調査チームを同空港に送った。新疆では2016年12月にも、ウルムチ市のウルムチ地下保国際空港で同じ日に、上海航空 FM9220 便と、中国南方航空の CZ3436 便が、 それぞれ滑走路をオーバーランする事故が起きた。怪我人はいなかった。15年には、福建省福州市の福州長楽空港で、新州60型機がオーバーランし、乗客5人が軽傷を負った。連日の雨の影響により、31日午後2時の時点で、三峡ダムの放流量は、毎秒38,600立方メートル。 三峡ダムの水位はすでに159.2メートルに達し、陽子の基準となる、水門ステーションの星湖観測所の水位は35.3メートルに達し、警戒水位まであと33センチとなっている。おさむ川の永州観測所の水位は30.16メートルで、警戒水位を62センチ超えた。31日の時点で、超高部関節ステーションの水位が、 警戒レベルの56メートルを上回り、39.98メートルに達したと発表した。日本川上流の主流、額安価の小山観測所の水位は37.25メートルで、警戒水位を101センチ超えた。今年の梅雨の時期に、三峡ダムは頂上まで3回の洪水に見舞われ、貯水池からの水の排出に影響を及ぼしました。長江三峡ダム崩壊すると、 大量の水が様子港を一掃します。構造物の貯水池はすぐに、その許容限界を超え、数百万立方メートルの水を排出することを余儀なくされます。川上の漁像の影響を受け、このほど、港賀本流の進む占峡国の水が増加し、長江の上、中流部における持続的な降雨の影響を受け、湖北省儀昌市にある長江崩す推理センターは、 再度の放水を行った。偽証ステーションにおける放水量は3万1300立方メートル秒に達し、3万の大台を突破。超高の中、下流における洪水防止をする上での水位上昇リスクを軽減している。公式報告によると、継続的な大雨により、人体県で50以上の地滑りが発生し、約36の路盤が損傷し、5つの町で、 交通が途絶え、三つの町で停電と断水が発生した。南への洪水と鉄砲水の上昇の影響を受けて、静石町の昇進通り全体が約1メートルの深さで浸水し、人々の財産に甚大な被害をもたらしました。新たな豪雨が本土を襲った。浅泥省の安号市は三十日、大雨に見舞われました。津坪県の災害状況は非常に深刻です。 地区は洪水調節のための緊急の最初の対応を出しました。これまでに市内の8万8000人が被災し、19000人が緊急避難し、一部の道路交通が遮断され、電気と水道が遮断されています。当局は、市と部門は脅威にさらされている地域の人々の早期避難を引き続き手配し、影響を受けた避難者に、 十分な食料と水を確保するために物資の供給を増やすと述べた。軍政府は災害が人々の生活に与える影響を最小限に抑えるために軍の道路、電気、通信、飲料水及びその他のインフラストラクチャを調査するために関連部門を組織します。